3年目のクラブになって、まあ、まだまだ歴史は浅いんですけど、チームだったりとか、あとは川越を巻き込んだ大きな夢になってるっていうふうに思ってるんで、まあ、そういう意味で先ほど言ったこう誇りだったりとか、まあ、日々の、まあ、熱い思いを持って戦っていってほしいなというふうに思ってるし、まあ、選手だけじゃなくてスタッフも含めてどう戦っていくことが大事だと、まずこの試合をしっかりやる。この三好の病院のスタッフ10名弱かがトレーナーで採用させていただいて、チームのためやっぱ勝利のために泥臭く体張ったりだとかハードワークしたりとか、そういった懸命な姿と間違いなく見てる人の心っていうのを動かせる。一番はしっかり掲げてみんなが達成するために高い勇気でチームに貢献できるように頑張るのでよろしくお願いします。お願いします。屋敷総です。まあ1年目ですけどこのチームはってこうチームに力のようになっていきます。ゴリアスの岡崎から加入しました西田光平です。これをもっともっといろんな人に知ってもらえるように頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。新加入の方と既存の選手コミュニケーションを取り合って、とりあえず日曜日、来週の日曜日に向けて集中してやっていきます。まあ、これを、まあ、2023シーズンは作っていきながら変化していけるハイプレス、ハイライン、ハイコンディションというところ、あとこの団結というところ、この一体感というところは、選手だけじゃなくて、選手、監督、コーチ、もちろん俺もそうだし、事業側もそうだし、メディカルのところもそうだし、マネージャーもそうだけど、あの強いチームって本当に一つになってるチームっていうのがやっぱ結果出すチームだと俺は思ってるので、本当この2023シーズン小江戸川越 FC に関わる全員が一つになってファミリーとなって、同じベクトルを向け、団結して取り組んで強い集団になってほしいなと思います。